さあ、人生一つ増やしました。なんか、画面ずっと血だらけなんだけど。バグじゃないよね。ていうかさ、来てるよね。この一本道さ、こんなことまた、されたら、あ、痛い、いや、あ、一本道じゃないか。こういう風になってんのか。まずさ、立地を知らないからさ、どういう風になってんのか。ああ、これが隠れられる場所か。やばい、来てる来てる。来てる。さっきさ、俺の後ろにいたよな。なんで前にいるのこれ。でもようわからん。どういう立地なのこれ。いなくなってないよな。いなくなってないな。あ、出た。部屋から出た。これ閉めた方がいいな。待って、なんかオレンジ色に光った。あ、あった。取れるか？取れる？これ。あ、取れる。5つ目。扉でも開けてくるんか？ん？あ、なんかラジオの音が聞こえる。あ、待って、なんかある。スライド押しとく。これ何？スライドっていう新たなワードが出てきた。うわ、なんかいちいちうるせえな。照明がいちいちうるせえな。なに？びっくりしたよ。びっくりした。これなんだ、何が起きた今。配管から血が出ました的な、エルム街の悪夢的な演出ね。びっくりする演出さ、やる前にちょっと告知してほしいんだけど、今からびっくりなことが起きるから、ちょっと待ってね、みたいな。この音なんだ？ヒントなのかな。開けて目の前にいたらマジで困るんだけど。いや、こんなのさ、出会ったらもう一発だよな。閉店ガラガラ。2階？あ、閉まりまくってる。ここか？いや、開けられる。あ、開けられる。いや、閉まってる。これ大丈夫かな？これちょっと難しくない？ さあ、デスパーク続きやっていこうと思います。今回はね、ライフ5できてるから。ここまで、ちょっと待って、音聞こえる。ちょっとね、これさ、自分の足音とさ、このピエロマンの足音の、あ、今鳴ったな。あ、ここ絶対しゃがんできる。これなんだ。懐中電灯をもらいます。でもこれ何に使えばいいんだこれ。ネジで固定されています。これ使えんのかな。なわけないよな。これ壊せないかな。ネジとかそういう問題じゃなくて、懐中電灯で単純に物理的に壊すみたいな。で、あとさ、この BGM がさ、ちょっとさ、靴音っぽい音聞こえんのよ。ほら、ペコンって。それがさ、一瞬ピエロの足音かと勘違いするから、マジで音消したいよ、これ。BGM。あ、今鳴ってる？鳴ってるかどうかもわかんない。もうね、これね、行き当たりばったりでね、移動しなきゃいけないんだけどさ、こんな角なんてさ、わかるわけないよね。もうそこであった、もうばったりあったら終わるもん。ほら、こんなの無理だって。絶対無理だって、こんなの。難易度ノーマルでこれだからね。いや、絶対むずいでしょ。扉開けて、もういたらもう絶対見つかるわ。てかもう無理。誰かがそれを破ろうとしたようです。素でロックを解除できます。いや、これだからさ、なんつうの？脱出するためのさ、いろいろこう推理っていうのを、推理というかこう、なんていうか、こう、なんて、物色っていうのか。それすらもままならないからね、これ。こんなとこ来たらもうあれで一発で逃げられないもん、こんなの。あ、待て。ん？おまけに視界も暗いしな、これ。2階の鍵、あ、来た。もう絶対評価しない。絶対評価しない、こんなの。ちょっと待って、でもあ、待て。なんか今あってない。あ、ないか。
でもあのネジでなんかするっていうのと、あとこれ、絶対なんかあるよなこれ、打開するためのヒントが。待て待て、いやいやいや、これ隠れられる場所ないよ。でもあ、あった あった。いやこれもさ、もうちょっと分かりやすくしてほしいなこれ。いないことを願う。いやー、2階の鍵ゲットしたのはいいけどさ、鉢合わせしたら終わるよ。2回いけるかこれ。いや、いろいろな謎がちょっとまだ解けてないんだけどさ、もうちょっと行かざるを得ないよねこれ。ちょっと待って、これ閉める。あ、待って、今いた。ちょっと待って、今あの部屋入った気がするな。あ、やっぱ入ってきた。入ってた。キリキリやんけ。なんかないかな、ヒントとなるアイテムが。やっぱ謎解きたいよな。あ、これあれだ、あのセーブするやつ。ちょっと待って。屋台の鍵をもらう。屋台ってなんだ、屋台、何屋台って、なんかあったっけそんなの。うん、いろいろアイテムをゲットできる。ちょっと待って、取りたい。取れねえ、取れねえ。なんなんこれ。あ、アイテムじゃないのかこれ。取れねえわ。え、アイテムっぽいのに。うわー、もう暗くなるのやめてくんねそれ。なんだこれ。いや、アイテムじゃないのか。アイテムに見せかけてアイテムじゃない。ちょっと待って。なんもない。アイテムじゃない。ここか。アイテムじゃないな。待って待って。嫌な音する、嫌な音するよ。この音は何？ん、ちょっとなんか、なんかあるか、なんかあるか。あ、これか。スライドか。これはあれだ、前回見た、あの血がドバーって流れるやつね。もうそれはいいんだ。もうそれは本当に一回やったからもういいわ。特にリアクションもしない。え、でもこういうところにまで入ってくるってちょっと無理あるような。逃げられる場所がない、スペースがなさすぎる。アイテムいろいろあるけど、こんなにいっぱいあるけど、もう結局2回行けってことだな。やばい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 。いたよ。今どっち行ったんだろうな。うっす。嘘だろ。逃げるぞ。2階の鍵、いやでも今使えないわ。今使えない、絶対使えない。屋台の鍵ってあれか、どっか。待て待て待て。ここだ。待て、走れ。ここ俺のサンクチュアリ。ここ絶対俺のサンクチュアリ。しゃ、危ねえ。危ねえ。なんか使えないかな。ここなんか開けられるよな、絶対。危ねえ。ここマジ最強。屋台の鍵だから多分どっか閉められてる鍵のところ入れるんだわ。いやー難しいなー。追われながら視界も暗い、最悪のコンディション。あー、しかもこんなのまともに操作できねえよ。こういうとこ？お、開けれる。
ちょっと待って。ちょっと待って。音聞こえた。入ってくる可能性ある。大丈夫か。ちょっと待って。ちょっと待って。足音すんげえする。いきなりガチャって開けてくんなよ。そのとこ行ったか。ん？隠しアイテムか。ちょっと違うな。これ開けたら怖いな。走れ。こういうとこどうだ？開かねえか。ならもう2階行くか、もう。え、違うの？ここ違うの？え、違うんだ。はぁ、あ。ちょっと待って、1階、ちょっと待って。2階の鍵ってアスポート元に違うんだ。あ、今鍵使う方間違ったかな？オレンジ色か。あ、そっかそっか、こっちか。あー、でも進んじゃったな。屋台の鍵どこで使うのよ。屋台の鍵どこで使うんだったんだろうな。静かだ。やけに静か。ムービー。あ、おっさん後ろが、発狂してる。なんでこっち向いてんの。まあ、暗くて何もわかんない。暗くて前が見えない。ちょっと待って、障害物。これ一回いちいちしゃがまなきゃいけないのか。ちょっと待って、こんなの操作難しいって。タップの操作じゃねえよこれ。いや、完全にこれあれだね、死んで覚える方だね。トライアンドエラー。向こうはノータイムで襲ってくんのにさ、こっち、ちょっと操作むずいよ本当に。なんでしかもこっち向いてんの。バカじゃないのこれ。主人公バカだろこれ。いや、これ絶対ノータイム無理だわ。で、起き上がるんでしょ。絶対無理。はっ、ごちゃごちゃしてる。ちょっと待って、これこっちか。うわ、引っかかる。すごい。どっちこれ、どっち、わかんねえ。右、クラピカ理論。右、困ったら右。襲ってき、これ今後ろ来てる。こっちか、わかんねえ。もう困ったら右。待て。いや、今一瞬逃げられたな、あれ。単純に行き止まり用意してあるんかい、これ。もう確認したらすぐ振り返ろう、もう。どっち立ってんの、これ。てか、右が合ってるのかどうかもちょっとわかんないしな、これ。起き上がれ。立ち上がれ、ガンダム。邪魔だな、ドラム缶。さっき俺倒したろ。誰が律儀に戻してんだ、これ。左っていう 手もあんのかな。わかんないけど。どうなんだろう。うわぁ、どっちなんだろう。待て。こっちだ。やばい。開け。開いた。え行き止まり。ん、何これ。扉がなくなった。すごく気持ちが悪い。体内だよ。これ人間の体内の中にいるような感じが。ちょ、待って、何もできることがない。稲川さん風に言うと、これ体内な気がする、これ。見たことがない、これ、私、人間の体内なんか。でもこうなるとね、なんか、あの、え、振り向く。ベッドが空中に浮いてる。振り向いたら扉がない。でもヒントボタン押したい。ちょっとグロいっすね、ここ。何をすればいいの、これ。アトラクションの要件、これより高くありません。キリンさん、これより高くありません。アトラクションの要件。どういうこと？これより高くありません。何を満たせばいいの、俺は。何を満たせばいいんすか。あるのかな。いや、使える。この懐中電灯何に使うんだっていうか。
だからこれ、それの言ってることがこれより高くありません。1、2、3、4、4、4と3と4の間ぐらいに矢印。これより高くありません。あ、なんかしゃがめばいいのかな。しゃがめばいいってことか。いや、わかんない。ちょっとわからない。これ日本語のさ、表現もなんか間違ってそうな感じするしね。あ、開いた。あ、何か要件満たすと扉が開くのか。しゃがめばよかったのかってことは。ちょっと待って。人は最後の、殺人は最後のチャンスです。誰に呼びかけてんだろう、問いかけてんだろうな。これ俺でいいのかな。誰かいいのかな、殺人。殺人は最後のチャンス。じゃあ俺がなんか殺すタイミングがあるのか。銀と金。いや、でも殺すなって言ってたな。俺の名前は森田銀次。背景はない。ははは。待って、これなんかタイヤ。これ持てる。これなんか使う？いや、使えないな。あった。なんか降りれる階段か。下行く。無限の地下世界。誰が作ったんだこれ。いや、これおかしいよね。なんかいちごジャムの周りにこの無機質な木っていうね。ピエロはどうなったんだこれ。んでピエロはどうなったんだ。出口はあなたの後ろにあります。あった出口。入ってよかったのかな。言われるがまま。いや、これ少年にさ、こんなことさせちゃいけないよ。荷が重すぎるわ。金髪の少年。マジか。これどうすりゃいいの。で、次なる要件を満たしてくれ俺に。会話がない。やべ、これ入っちゃいけなかったのかな。今の最後の問いかけは良くなかったのかな。これヒント最後消えちゃおうかな。素直に最後後ろってあの扉入ってよかったのかな。ちょ、ヒント見るね。ヒント見ます。ヒント出ました。脱出するために出口を見る必要はありません。脱出するために出口を見る必要はありません。あーってことはやっぱり最後さ、最後ダメだったんじゃないかな。やっぱり最後あれだ、見る必要なかったっぽいな。最後なんかノリとしてそういうのあるなと思ったんだよな。ここバカ正直にやっぱり出口は振り返るな。優しくなってる今度は。振り返っちゃいけない。出口はあなたの後ろにあります。でもさ、振り返んなって言うけどさ、これどうすりゃいいの。じゃあしゃがんでみるか。振り返っちゃいけない。振り返らずに後ろに行くってこと？でもこれどういうこと？振り返るなって言うでしょ？これでもこのまま行くと、中に引っかかるんだよな。ああ！そういうことか。振り返らずに、扉開けろってことか。何これ？死、救い、敗北、再生、思考。最後何これ？殺人は最後のチャンスですって言ってたな。どうなんだろう。何が言いたいのか全く分からんわ、これ。ヒント見てー。ヒント見てー、これ。